こんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。前回16インチのハイハットでサウンドチェックを行ったんですけど、今日は14インチのハイハットを使ってサウンドチェックをやりたいと思います。はい、それでは今回持ってきたシンバルですけど、まずこちらですね、パイステフォーミュラー602です。古いシンバルですけど、サウンドエッジタイプで非常に音が良いです。これはセービアンですね。セービアンは私ほとんど使わないんですけど、このシンバルは非常に気に入ってます。このフォーミュラーとの組み合わせが非常に良いです。ステージハットのトップです。ウエイトは薄めです。これはジルジャンのロックハイハットのトップです。そしてこれがジルジャンロックハイハットボトムですね。これはパイステ505、ミディアムハットのボトムです。古いシンバルなんですけど、2002のサウンドと非常によく似てます。ボトムなんですけどトップとしてよく使ってます。これはパイステアルファ、これも製造中止になったモデルです。ウエイトが非常に重めですね。ボトムとしてよく使います。これはニュービートです。ニュービートのトップですね。ボトムもあるんですけど、今回はトップのみ持ってきました。で、これが13インチなんです。マスターサウンドのボトム、ジルジャンですね。サウンドエッジタイプです。非常に歯切れの良いシンバルです。で、これが KMK です。型式ちょっとわかんないんですけど、もともと14インチだったんです。で、このボトムと合わせるために周り切っちゃいました。